今回渡るのは京都府を流れる桂川です。桂川は淀川水系の一級水系で、京都府京都市左京区広河原と南丹市美山町笹里の境に位置する笹里峠に発します。桂川は亀岡市の中央部を縦断し、保津峡を南東に流れ、嵐山で京都盆地に出て南に流れ、伏見区で鴨川を合わせ、大阪府との境で木津川、宇治川と合流して淀川となります。通例として京都市右京区京北地区の流域にかけては上桂川、南丹市園部地区に入ると桂川、南丹市八木地区から亀岡市にかけては大井川、亀岡市保津町受けたから京都市嵐山までは保津川などと名を変え、嵐山から合流地点は再び桂川と称されています。1896年明治29年4月に旧河川法が公布され、行政上の表記は桂川に統一されており、国土地理院の測量成果においても全流域において桂川の表記に統一され、他の呼称が用いられることはありません。山城国風土記や日本後期によると、京都盆地流入以南の桂川は古くは門野川と称されており、古代は氾濫も多く、5世紀以降に佐賀や松尾などの桂川流域に入植した旗師によって治水が図られていました。それではご覧ください。桂川です。ご視聴ありがとうございました。